シーの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。今日はアップですいません。今日は4月10日なんですけれども、緊急事態宣言が出されてですね、で自粛要請も出ましたね。東京都内では出たんですけれども、理美容がですね、その中に入るんではないかなということでですね、ヒヤヒヤしていた方もいらっしゃったんではないかなと思いますし、僕もやっぱり美容室のオーナーとしてどうなるかなみたいな感じでずっと見てました。で、休業要請された時にはどうしようかなっていうところも考えてたし、されないだろうなっていう感じもしてましたね。で、なぜされないかなって思ってたっていうのがですね、国がどこまで保障してくれるかっていうのがですね、不透明なんですよ。だから完全にですね、ある程度のところまで、例えば8割とかですね、昨年の、同時期の月の、データから8割保証しますとかっていうことが分かっていればですね、自粛しても全然 OK なんですけども、ちょっと厳しいだろうな、自粛はって、自粛できないだろうなっていうところは思っていました。それでね、最近ね、美容室でですね、自主休業みたいな感じのことをやられているところが増えてきていますよね。で、僕が一番この流れで良くないなと思うのはですね、その特に今僕のチャンネルを見ていらっしゃる方は若い方が多いので、独立されている方ではなくてですね、スタッフとして働いている方が多いんじゃないかなと思うんですよ。で、その中でですね、こういう考えを持たれている方がもしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思って今日は動画を撮ってるんですね。で、どういう考えを持たれていると困るかというとですね、うちの美容室何にもしねえんだよねみたいな、要するに閉めたりとかしねえんだよね、予約もねえのにみたいな感じのことを言ってる人が必ずいると思うんですよ。で、なんかお店を、店舗を閉鎖する、閉めることが正義みたいな感じになってて、で、閉鎖してるお店はですね、スタッフのことをすごくよく考えてる、お客様のことをよく考えてるから閉鎖してるんだみたいなことをですね、正義だというふうにですね、思われてるスタッフの方がいるんじゃないかなと思うんですよね。僕はそれは甚だ間違ってると思うんですよね。私たちは生きていかなきゃいけないんですよ。生きていかなきゃいけないから、少なくともですよ、それでもやってほしいっていうお客様はやっぱり最善の方法で、心を込めて、施術して差し上げることが僕は最善の方法だと思います。じゃあなぜこういうことを言ってるのかというとですね、まず僕らのこうオーナーとしての立場っていうのはですね、スタッフの立場とは全く違う立場でありまして、で、何が違うかっていうとですね、何の保証もないんですよ。何の保証もないんです。雇用保険も入れないんですよね。だから、最低限、例えばですけど、スタッフお休みにしましたっていうとですね、6割はですね、会社は負担しなければいけないんです。要するに6割負担で有給を与えてるっていうことになるんですよ。で、そうだとしたらですね、6割、例えば会社閉めます。で、6割負担です。さらに、家賃とかそういうランニングコストっていうのは必ず出ますので、内部留保って言って、今までの利益じゃないんですけど、貯めといてあるお金っていうのをこう排出していくわけですよね。で、排出してもそこそこ耐えれるところっていうのは耐えれるかもしれないけども、ほとんどのところは耐えれないと思いますよ。うちなんかも多分、全くゼロに売り上げがなると耐えられるのは多分 2ヶ月ぐらいでしょうね。はい。で、もしそうなったらどうするかっていうと、解散するしかないですね。潰すっていうことですね。で、潰すっていうことはどういうことかっていうとね、雇用は守れないんですよ。雇用を守れないってことは、今いるあなたの美容室がもしそうなった時のは、あなたはですね、退職することになるんですよね。で、もしかしたら美容師さんって、今人手不足だから働くこともどこでも働けるんだよって思ってる人もいるかもしれないけれども、確かにそれもそういう考えもあるかもしれない、だけどね、
やっぱりお店を存続させるっていうことはスタッフの雇用を守ることでもあり、来たいお客様のそういう思いをつないでいくことでもあるので、僕は閉めるっていうのはですね、正義だとは思っていないです。でその根拠っていうのがここにあるんですけどね。で、何回も僕は言ってるんですけど、その果たしてコロナっていうのはですね、どういうものなのかっていうことにまた話が戻るんですよ。絶対ここに戻っちゃうんです。でなぜかっていうとですね、やっぱ日本って世界有数のですね、先進国の中ではもう本当に最悪なぐらい情報操作されてる国なんですよ。それをまず、やっぱ情報操作されてるんだって思わないといけないんですよ。ニュースでやってることが果たして本当なのか、そういったことがですね、ニュースで流れてる情報、ネットで流れてる情報っていうのが果たして正しいのか、正しい情報を自分たちが受け取れてるのかっていうことをですね、まず考える必要があって、疑いの目で見てる方っていうのはですね、最初からあおかしいなってちょっと思うと思うんですよ。あのニュースとか、特にテレビニュースでしょうね。あの辺はどうなのかなって思うんですよね。で、なぜかっていうとですね、何回もこの動画でですね言ってて、もし見ていらっしゃる方はですね見てると思うんですよ。っていうかね、もう僕の経営者の友達とかはですね、篠崎さんのこの結構毒舌の動画好きですって言ってくれてる方すごくいてですね、それもあって今日も撮ってるっていうのもあるんですけど、比較報道をされてないんですよ。コロナに対する比較報道で、比較報道っていうのは何かっていうのをですね、比較報道って何かっていうとですね、コロナは例えば感染者数がこのくらいで、死者数がこのくらいで、このくらいの数字ですって、致死率このくらいです、じゃあ普通の風邪だとこのくらいで、インフルだとこのくらいですっていうと、コロナはだいたいこのくらいの、病気と同じくらいの感じのイメージで捉えてもらうといいですけどねっていうような報道がされてなくて、ただ単純にコロナやべえ、危ねえ、今日も何人、速報です、今日も何人感染者数が増えましたとか、そういう報道しかされてないんですよね。いや、その報道されても、じゃあコロナどのくらいなんだ実際にっていうですね、どこも放送してないので僕が言います。はい、これをもし見てる人はコロナがどのくらいの程度なのかっていうのをね、分かると思うんですよね。で、今日4月10日なんで、これヤフーニュースですけどね、4月10日現在、これ数字ぐらいはね、情報操作されてないと思うんですけど、4月10日現在コロナの感染者数は5347名、死者数は88名と出ております。じゃあこの数字どうかっていうとですね、この数字をですねただ鵜呑みにすることはできないんですよ。なぜかというとですね、コロナウイルスの場合、一応ですね4日間はですね病院に行け、4日間は病院に行けないんです。発熱しても今4日間病院に行けないんですよ。4日間を目処にっていうことですね。もちろん重症化する人はもうそこで行かなきゃいけないんですけども、4日間熱が出ても行かないでくださいっていうふうにされてるんです。で病院でも4日間で行って熱が下がらなくて行っても検査しないです。そんな簡単に検査しないんですよ。重症化するとやばいぞって思ってないと検査はしないです。でですね、いろんな情報を見てると40倍ぐらいいるんじゃないかっていうことですね。実際に、埼玉県の場合にはですね、埼玉医大がですね、患者を受け入れてるんですけども、結構怪しいだろうなっていう方はですね、もう溢れてるそうです。怪しいなっていうのはそのコロナではないかなっていう人がですね溢れてるっていうことです。でその中で重症化しそうだなっていう人を検査に回して、で検査すると、コロナが出ましたっていうことがですね、あるということなんですよ。でそれがですね、埼玉県でいうと80人、1日80人とかっていうふうな数字になってると思うんですけど、重症化してる方がそのくらいだってことなんですよ。で重症化してる 人がですよ、例えばこの検査された5347人だとしたら、重症化してる人の中で88名が亡くなってます。するとですね、致死率でいうと 1.6 っていうとんでもない数が出るんですね。100人で 1.6 人死ぬっていうとんでもない数字が出てるんですけど、それを前に検査ほとんどされてないので、検査されてないくてコロナの方の数が40倍いるとしたら、40倍っていうのは結構出てくる数字なんですよ。実際それが正しいかどうかっていうのは分かんないけど、40倍っていうのが、なるほどなっていうのが分かるんですけどね。40倍で計算するとですね、現在の患者数はですね、
ですね、21万3880人うち88名がお亡くなりになったとするとですね、致死率は 0.04% っていうふうになります。じゃあこの数字がどうかっていうことですよね。でですね、2018年のインフルエンザのデータが出てきました。で、何十何人までは出てないんですけども、2018年インフルエンザの患者数はですね、感染者数はですね、よく聞いてくださいね、コロナは5347人、40倍しても21万人、インフルエンザ2018年554万人です。患者数554万人です。死者数3325名です。2018年です。これ日本の数字ですよ、日本の数字。2018年インフルの患者数は554万人、死者数は3325名、致死率は 0.06% となります。致死率が 0.06% で、40倍したコロナウイルスの死者数が、致死率が 0.04% ということを考えると、ほぼほぼ同じぐらいの人数致死率かなっていう感じはしますね。でですね、2月ぐらいからか、2、3、4で、患者数が21万人、インフルエンザはですね、だいたい10月から、3月ぐらいまでがメインの、感染時期になってて、そこでですね、554万人なんですね。そうするとですね、まあペース的に言ったらですね、インフルで言ったら、まあ、インフルの人がちょろちょろいるなぐらいの感じだと思います。実際この2018年の1月に限っては160万人です。2018年の1月にインフルエンザ1ヶ月でなった方は160万人、お亡くなりになった方は1700人だそうです。1ヶ月ですよ。じゃあなぜインフルエンザに非常事態宣言とか緊急事態宣言とか出ないんですか？完全にこの時ですね、うちの子供もインフルになって完全に医療崩壊してましたよ。どこの医者に行っても受け付けてもいただけなかった。僕 3個病院回ったんですけど、子供完全に38度5分とか熱あって、で連れてったんですけど、どこも今はもう受け入れられないって言われたんですよ。それはそうですよね。だって整理券渡されて受け付けてるんだけども、その整理券が、もう見切れるような数字じゃないから、これ以上受けられないって言われてたんですよ。3つです、3つの病院です。で唯一1個ですね、次の日土曜日ですよ、土曜日に行った時に午前中だけやってる病院に9時スタートで8時に行った段階でもう70番ぐらいの札を渡されたんですね。で午前中しか診療してないけども、午前中じゃ到底終わらないような数字で、いつになるかわからないから1時にもう一回電話してくれ。で1時に電話して、2時だか3時までに入っていただかないと、閉めてしまうって言われて、3時に行って結局5時ぐらいに見てもらったっていうのがあるんですよ。これ医療崩壊です、半分ね。でもこれはですね、まだ病院でこう要するにこう集中治療室が埋まったりとかしてしまって、そういう人が受けられないっていうような医療崩壊ではないんですけど、同じような状態になりうるような数字だと思うんですよね。でインフルで亡くなる方っていうのは、コロナで亡くなる方とほぼ同じぐらいの方だと思うんですけども、高齢者の方とかですね、体が弱い方、疾患がある方だと思うんですけども、じゃあなぜですね、僕は思うにこうインフルの時にですね、とっとと緊急事態宣言出せっつうんだよ。でしょ、554万人になってるんですよ。1ヶ月で160万人インフルエンザになってるんですよ。そんなのになんでね、このくらいの数字の21万人ですよ、何ヶ月で234で21万人でしょ。1ヶ月で考えたら、多分今月1ヶ月考えても多分、まあ、100万人はいかないでしょうね。東京都の試算だと8万人に行くかもしれないって言ってるんですよ。8万人です。いやインフルエンザ1ヶ月で160、60万とかなってるわけでしょ。話にならないですよこれでね。僕が思うにやっぱりこう特定な人、コロナの怖いところはですね、特定な人にですね、非常に危険なウイルスであるっていうところなんですよ。それが、高齢者の喫煙者が一番危ないですね。高齢者の喫煙者、
それからですね、循環器系の疾患がある方、心臓とかですね、それからですね、糖尿病の方、人工透析の方っていうことが分かっていて、でこれはですね、インフルでも同じなんですよ。でどうやってインフラ対策してるのかっつったら、学校が学級閉鎖になったりとか、それからですね、病院面会できなくなったりとか、うちはおばあちゃんが生きてた時はやっぱり冬は面会できなかったですね。そういうような対策をですねしてるんです。日本はしてるんですよ。だけどですね、わざわざですね、ここまでですね、なんていうんですかね、こう非常事態宣言まで出す数字なのかなっていう感じしませんか。8万人に感染者がなるかもしれないっていう状況ですよ。でしょ。だけどインフル100万人単位ですからね。なんでこう情報操作をしてるのかっていうのがね、僕は不思議でしょうがないんですけども、やっぱこれはですね、やっぱりイギリスとかのとかアメリカとかのですね、非常にこうパンデミックになってる死者数も多いっていうことがですね、これはですね、日本も何か対策しなきゃっていうふうにですね、しているのをやっぱりこう見せないといけないですよね。日本もちゃんとやらなきゃいけないって、何もやらなければ何もやらないで終わってしまうじゃないですか。だからそういうものを見せるための僕はパフォーマンスだと思ってるんですよ。だからはっきりした保証もしないし、だって本当に致死率をやばかったらですね、美容室なんて濃厚接触だから僕はダメだと思いますよ、本物は。だけど本物じゃないから、ただの風邪だから、ただの風邪っていうかインフル的なものだから、だから保証出せないんですよこれ。その代わり怖い怖い言って人の動き止めて、美容室はこうギリギリ営業していって、飲食とかもギリギリ営業していって、営業できないんだけども、なんとかこう追加融資とかで食いつないで潰れない程度の人の流通はさせておいて、で徐々に収束させようとしてるっていうところがですね、目に見えていますよね。でちょっとですね、僕が思うに、感染者数がピーク、これから多分ピーク来ると思うんですけど、ちょっとこう下がってきた時を狙ってると思うんですよね、報道各社は。報道各社というか、報道とその政府がこうタイアップしてると思うんですけど、どこかで下がってきたところを狙ってて、一気に収束させると思うんですよ、ニュースで。でその時にやっとですね、回復した人とか全く症状がない人とかの話が出てくると思います。今全然そういう人の話出てなくて、重篤の人とかやばい人の話しか出ていませんよね。そのうちですね、そういう報道がされて、日本大丈夫だみたいな感じので、1日に50人ぐらいしかもう出てないですよみたいな感じにして収束させていくというような感じのところを狙っているんじゃないかなというふうに思っているんですけどね。だからそもそももともと僕はおかしいと思って、だってコロナウイルスってさ、勉強したら分かるでしょ、ただの風邪の菌だからね。風邪の菌がちょっとこう変異して、特定の人にやばくなったとかっていうような感じだと思うんですよね。じゃあね、僕ね、最初の武漢のなんかさ、バタバタ人が倒れてたりとかするのって、あれって何なんだろうと思って、あれおかしいですよね。だって日本だってそういう人出てもいいじゃないですか、ね、街中で倒れてる人とかさ、なんでああいうの出てこないのに、なんかおかしいなって思ってるんですよね。なんかおかしい、なんかおかしくないですか。そういうことで、ちょっと今時間がちょっともう20分ぐらいになっちゃったんで、これノー編集で出すんで、もう終わりにしますけれど、とにかく今これを見ている、普通の美容室にスタッフとして働いてる人ね、その美容室が例えば閉鎖しないとかっていうのが、なんでスタッフのことを考えてくれないんだとかね、そういうふうに思うこと自体がナンセンスで、でですね、しかもその閉鎖してる美容室、いくつかありますよね、大きいグループとかで、具体的に名前言っちゃうとあれなんだけどね、アピッシュさんとか言っちゃってんじゃないか、名前な。別にその坂巻さんが僕は嫌いだとかそういうんじゃなくて、坂巻さんお会いしたこともあるし、すごく魂のある方で素晴らしい方だと思うんだけど、スタッフやお客様やスタッフの家族を守るために閉鎖しますっては書いてあったけど、それがその正義、やっぱり閉めるのが正義だよねって思うような風習とかはもう絶対やめてくれというふうに思います。はい、
でね、こういう動画出すとね、こういうマークがいっぱいつくんだよ。こっち、こっち、こう、こう、こういうマークいっぱいつくんだよね。もう関係ねえ、どんどんつけろよっつうんだよ、マジで。だって、こういうのついてたって別に何とも思ってないし、別に YouTube で生きてるわけじゃないし、勝手につけろっつうの。だけど、今見てる若い子たちは、やっぱり自分たちが40とかになって、例えばお店始めたり、それからもうちょっと年齢が上になって40ぐらいになってたりとかしたときに、絶対に俺が今言ってることっていうのは絶対分かるはずです。あ、篠野さんああいうふうに言ってたけど、やっぱ本当そうだよなって、絶対思いますよ。そんなね、生きていくってね、そこにいればですね、そこの会社にいればですね、勝手に2年生になって、勝手に3年生になって、勝手に4年生になって勉強できるようになりましたみたいなことないんです。美容師は特に。自分で自ら自分の時間とお金を使い、労力を使い、自分が高めていくから、1年生から2年生になって、2年生から3年生になるわけじゃないですか。そこにいたって別にね、ただ単純にそこにいるだけで、経験値が上がっていくだけで、別に技術も何も上がってないわけで。で、それでですね、そこからこう生きていくためにやっぱりお客さんを掴んでいかなきゃいけないわけじゃないですか。そんなに甘くないんですよ。今もう美容室なんて、隣の美容室に来てる人がうちに来るしか、その美容室が忙しくなることはないんです。そんなね、共存とか言ってる暇はないんですよ。だから他のところよりも素晴らしい技術を得得したり、素晴らしいサービスを提供したりとかして、でお金をいただいて生活するわけだから、閉めるなんていうことがですね、正義なんて、そんなクソみたいなこと言ってんじゃねえよっつう話です。はい、以上、さよなら。